スワローズファンの皆さん、こんばんは。本日もスワローズの話題について見ていきましょう。本日の動画は3月6日に行われたホークスとのオープン戦を振り返ろうと思います。当チャンネルはスワローズファンが作るスワローズファンのためのチャンネルです。取り上げてほしい内容や動画の感想をぜひコメントで教えていただければ嬉しいです。それでは本編を見ていきましょう。1. 試合の振り返り。結果から2対0と完敗してしまいました。この2連戦を見ていて、チーム全体の底力で圧倒されているのを痛感しております。オープン戦ですので、いろんな選手が出場する分、チーム全体の力が測れると思っているのですが、ソフトバンク相手に手も足も出なかった試合展開でした。後ほど紹介しますが、相手投手陣が勝ちパターンでのリリーフをつないだことで、スワローズの野手陣、特に控え組は一つの出塁も許してもらえませんでした。スワローズの投手陣も頑張って投げてくれましたが、簡単に点を取られたり、ゼロでいかなければいけないゲームでしたので、なんだかもったいない展開だったと思います。そんな展開でしたが、良いボールや配球もあった投手陣から見ていきましょう。 2. 投手陣まとめ。まずは先発した小澤。3イニングを投げ、被安打1、奪三振2つ、無失点という素晴らしい結果でした。毎週毎週しっかり結果を出し、これはもうローテーションへ合格と言っていいと思います。ストライク先行で球数も37球と申し分ありませんし、ストレートの伸びやコントロールは言うことがありませんでした。ランナーを出してからは少し変化球が高めへ浮いたりしていましたが、これは荒探しのようなものです。フルカウントまで粘られても、最後はしっかりストレートで空振りを取れており、見事としか言いようがない投球でした。古巣相手に成長した投球を見せれたんじゃないでしょうか。サイスニード、小澤の順番でカード勝ち越しを決めてくれることを期待したいですね。2番手は石山さん。1イニングを投げ、被安打2、奪三振は1つ、1失点という内容でした。まっすぐがシュート回転しており、わざとなのか分かりませんが、質としては空振りが取れるまっすぐではなく、簡単に弾き返されてしまっている印象で、特に左バッターに対してはインコースにどう投げるか見ていて課題なのかなと思いました。右バッターに対しては良いものを見せてもらい、山川、ウォーカーに投げたインコースのシュートが良かったのと、ウォーカーへの決め球だったインコースのスライダーのコンビネーションは最高でした。年齢的に考えても、まっすぐの出力が上がらないため、質の良いボールを投げるか制球を間違わないなど、ベテランの投球内容が求められていると思います。個人的に好きな投手ですので、どうにか今日のようなゲーム展開ではしっかりゼロで帰ってきてほしかったなと思ってしまいます。対左、これがどうなるのか次も注目して見ていきたいと思います。3番手は清水くん。1イニングを投げ、無安打、無失点、13球でテンポよく相手を打ち取りました。110キロ台のカーブを混ぜながらもストライクゾーンで勝負できており、フォークでタイミングを外したり打たれる気がしませんでした。左バッターへのアウトコースいっぱいのまっすぐは相変わらず最高のボールでした。あれがあるだけでだいぶ被打率が落ちそうですよね。特に言うことがなく、故障なく開幕まで調整してほしいと思います。4番手は2軍から上がってきていた星くん。1イニングを投げ、被安打1、フォアボールは0、1失点という内容でした。久々の登板姿を見てワクワクしました。最速151キロまで出ており、相変わらずまっすぐの出力はほれほれしますね。変化球も低めにコントロールされており、キレも悪くなかったと思います。今宮には11球粘られたんですが、投げているボールはどれも素晴らしく、粘った今宮がすごかったと思います。先頭の周東の安打は出会い頭の事故みたいなもんだと思えばいいと思います。出塁を許してからこのロースコアで一番やられたくない得点方法で点を取られてしまいました。ここをなんとか踏ん張りたかったポイントではあるかなと個人的には思っています。星もオープン戦初登板だったため欲張れませんが、空振り三振がどこかで奪えれば展開は変わったと思います。
やはりリリーフの空振りが取れる能力は必須だと痛感しました。右の似たタイプでは大西や宮川のようなパワーピッチャーがいますが、全然引けを取らない内容だったと思います。空振りを取れる投手から一軍へ長く滞在できると思うので、注目して見ていきたいと思います。いつもの星くんらしいダイナミックな投球を見れて安心しました。5番手は左腕の山本。1イニングを投げ、被安打0、奪三振に無失点という内容でした。デッドボールを一つ与えてしまいましたが、牽制でランナーを誘ってアウトを奪えたことや、相変わらず奪三振能力が高いことが良かったと思います。投げっぷりも良く、バッターは合わせにくそうですし、加山と2人でリリーフを任せたいと思える投手だと思います。昨年よりも安定が増しており、今年は昨年以上にやれるんじゃないかと思います。チーム内からも信頼は増す一方だと思いますし、火消しのようなピンチでの登板も見たいですね。最後は坂口。1イニングを投げ、被安打0、フォアボール1つ、無失点という内容でした。投げっぷりよく、どんどん投げていくスタイルですが、フォアボールはストライクが入らず与えたものですので、大事な場面や接戦では任せにくいのが気になるところでしょうか。今日は1イニングのみでしたので、おそらくリリーフ起用になりそうなんですが、ロングや点差がある場面で投げることが想定されます。どの役割にしろフォアボールは余計ですので、どれだけ少なくできるかが鍵だと思います。投手陣の総括として、点差がこの2点でなく、打線が打っていれば合格点の投球内容だったと思います。しかしこのロースコアでの展開となれば、全く別の評価となってしまうのが難しいところだと思います。どんな展開にしろ無失点でいくこと、フォアボールを出さないこと、次の塁へ進めないこと、基本的なことばかりですが、基本が一番難しいということです。2連敗となってしまいましたので、ここからまたしっかり修正して迎えてほしいと思います。3. 野手陣まとめ。チーム全体として4安打、得点は0という結果でした。5回以降は1人のランナーも出塁できずに、ホークス自慢のパワー投手に圧倒された形となりました。回の後半からは若手にチャンスが与えられましたが、正直打てる気配はないどころか、まともに前に飛びませんでしたね。トータルして考えると、やはり先発の東浜から得点するしかチャンスがなかったわけです。4回に先頭の山田がフォアボールで出塁し、6番中村がつなぎ、ワンアウト1・2塁。宮本と竹岡くんで1点でも取ることができなければいけないゲームでした。交流戦や日本シリーズで地戦うときは、この強力なリリーフ陣がいるため、焦って攻撃しないといけない状況となっています。攻撃しているのはスワローズでも、ホークスの投手陣に攻撃されているように思えますね。正直かなり脅威ですし、リーグが違ってよかったと思ってしまいます。こういったロースコアで得点できるように頑張ってもらいたいと思います。 4. 総括です。2連敗となってしまいましたが、ポジティブに捉え、切り替えて王者阪神とオリックスに挑んでほしいと思います。オリックス戦では現地に行こうと思っていますので、ゆっくり野球を楽しみたいと思います。皆さんはオープン戦にもう行かれましたか？本日も最後までご視聴ありがとうございました。